DJ イクです。今回はビート FX 機能、その中でもフェーダーシンセについてご紹介していきます。まずビート FX 機能とはどういったものなのか、動画をご覧ください。タッチパネルのメニュー画面から FX セッティングに進み、ビート FX ソフトウェア FX セレクトをタップします。上段が S11、 左側のビート FX、 下段が右側のビート FX を設定できます。今回は FX 位置を変更してみましょう。まずは液晶パネルの FX 位置をタップします。続いてここをタップするとエフェクトの一覧が出てきます。 DJMS11 から多くの新しいエフェクトが搭載されました。今回はフェーダーシンセの中のフェーダースクエアをアサインします。以前からあったフェーダーシンセですが、 DJMS11 からスケールモードが搭載されました。いろいろな種類のスケールがあるのですが、中でもこのオートスケールは現在かかっている楽曲のキーに合わせて演奏してくれます。なので適当にチャンネルフェーダーを動かしても不協和音にはなりません。それではこの機能を使った簡単なパフォーマンスを行ってみたいと思います。いかがでしたでしょうか。クラブプレイというよりは DJ バトルのルーティン向けの機能かもしれませんが、皆さんも状況に応じて使ってみてはいかがでしょうか。